歌手でレーシングチーム、近藤レーシングの代表兼監督、近藤正彦、59、が23日、静岡、富士スピードウェイで24日に開幕するスーパー耐久、S 体、シリーズ2024の第2戦、富士24時間レース、の思想にあたるフリー走行を行った。写真13枚、ディナーショーで、愚か者、など16曲を熱唱する近藤正彦。 ドライバーとしてのレース参戦は2008年の第15回十勝24時間レース以来16年ぶりこの日はトヨタの水素エンジン車と日産車で走行し普段監督や運営サイドの仕事をさせていただいていますがやはりレースは走るのが一番楽しいと改めて感じましたと充実感に浸った近藤は1984年からレースに出場今回は親交のあるトヨタ自動車 豊田秋夫会長、68のオファーを快諾した。これまでは日産のサポートを受けてきたが、日産側との調整を経て、豊田会長のチーム、ルーキーレーシングのドライバーを務めることになった。富士24時間はオールナイトで最も周回を重ねたマシンが勝者という過酷なレースで、24日が予選、25、26日が決勝の日程。 7月19日の誕生日で60歳を迎える近藤は、両メーカー、トヨタと日産に感謝します。とした上で、このレースの素晴らしさを一人でも多くの方にお届けできればと思います。還暦パワーご期待ください。と気合いを入れた。